大崩れ海岸付近市境付近、大崩れ海岸付近の航空写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1988年。静岡県道416号静岡八重洲線は、静岡県静岡市駿河区から、重洲市に至り、り、重洲市を従官する一般県道である。大崩れ海岸と呼ばれる。 断崖絶壁の海岸沿いに伸びる道路である。大崩れの名の通り、たびたび崖崩れの被害に遭い、通行不能になる。本道路は落石、崩落等の恐れがあるため、旧静岡土木事務所持宗支所の雨量計の連続雨量が80ミリメートルを超えると、通行注意となり、100ミリメートルを超えると通行止めとなる。北寄りの部分の別称である持宗街道の起点は、 旧東海道の安倍川橋右岸である。JR 持宗駅の約 2km 南側では、石部海上橋により、海上にはみ出していることで知られるが、その区間はもともと断崖沿いに道路が走っていた。しかし1971年7月5日に、乗用車を道門ごと押しつぶす崖崩れが発生したことにより、通行不能となり、復旧に向けた調査の結果、 落石多いなどを増設しても安全を確保できないことが判明したため、旧道は放棄され、廃道となった。翌1972年7月に開通した海上橋からは廃道区間の名残が見られる。静岡市する学内の手越原 IC 市港や、交差点間の静岡市道及びその延長上にある大崩れ海岸を通る道路は、かつては国道150号であった。 八重洲バイパスの全通に伴い、2004年7月30日より、静岡県道416号静岡八重洲線となったという経緯もあり、起点も終点も国道150号との交点となっている。八重洲市の区画整理事業に伴い、小川交番、道原交差点の道路付け替えが段階的に進められ、当該区間の県道は都市計画道路八重洲市も、 小田線及び市も小田大府線に付け替えられた。2009年1月に小川交番付近の付け替え工事が行われ、2010年2月24日に小川港道原線と小川島田幹線の間の急道約380メートルが、2011年8月1日に残りの区間が廃道となった。2013年10月15日には台風26号の接近に伴い、 遠目トンネル北側の道路が陥没したため、竹の小岩トンネルと、遠目トンネル間1 2トルが通行止めとなったことから、静岡県により通行止め箇所を迂回するトンネル、浜遠目トンネルが掘られ、2017年3月13日に開通した。静岡県通行規制基準テレメーター雨量、持宗 ABC 佐藤健太郎、国道の名称を行く、海の上を走る、国道、 不思議な国道公団社、公団社現代新書、2014年、50ページ。ISBN 978から4から06から288,282から8。例中に、無残な一位大静岡の山崩れ、中国新聞昭和46年7月7日15面、南部土地区各整理代より第109号。八重洲市南部土地区各整理組合。 2010年7月15日閲覧。南部土地区各整理台より第110号。焼津市南部土地区各整理組合。2010年7月15日閲覧。県道静岡焼津線の道路が切り替わりました。焼津市南部土地区各整理組合。2010年8月27日閲覧。企画検査課工事第2課。県道静岡焼津線における地滑りの動き。 静岡県島田土木事務所。2014年6月7日閲覧。浜東目トンネル。3月13日開通合ず、台風被災復旧。静岡新聞。2017年2月22日閲覧。ありがとうございます。